はい、こんにちは、かんぱぱです。今日はですね、新しいザックを買ったんでご紹介します。はい、こちらがね、オスプレイのタロン22。まあ主にね、ハイキングとか、トレッキング、そういったものを中心に使われるバッグです。オスプレイの製品っていうのは、お店によってそんな値段が差がないんで、言っちゃいますけど、税込みで 15,400円でした。タロンっていうのは、男女で言えば男用のザックでね、で女性用になりますと名前がテンペストという名前になります。オスプレイのザックっていうのはすごい好きで、他にいくつも持ってます。その中のタロンというシリーズは、ハイキングとかね、ライトトレッキングとか、あとは一泊の山小屋泊まりとか、そんなのによく使うんですけど、つい最近もこのタロンの33というシリーズを紹介しました。でこのタロン33は、先日行った尾瀬小屋さんで一泊した、ハイクとか、そういったものにも使ってますが、非常に使い勝手がいいのがこのタロンシリーズです。で今までね、このタロンシリーズに関しては、僕が持ってるタロンシリーズの中ではタロン18というのが一番小さい容量のザックでした。はい、でこちらがね、タロンの18で、こちらがタロン22ということで、見た目にもね、ちょっと大きさの違いが分かると思います。18から22ですから、容量的には大体 20% ぐらいアップしてます。似たようなね、容量のザックを買ってどうすんだと、いうふうに言われちゃいますけど、この18の方がもうね、6年ぐらい使ってるんですよ。で例えばこう底の部分とか、あとこの内側ですね、内側がちょっとね、剥げてきちゃったりとかね、いろんな劣化が目立ってきました。今回これをね、お蔵入りとして、こちらのタロン22をこれから使っていこうと思います。しばらくね、このタロン18を使ってたわけなんですが、変更になった点は、容量の違いっていうのもあるんですけど、この上蓋ですね、この上蓋式のものから、上蓋式じゃなくて今度ここがジッパーで開くタイプに変わったというのがあります。はい、じゃあ改めましてね、このタロン22のご紹介なんですが、タロン18と同じようにハイキングとかトレッキングで使おうと思っています。で僕このクラスのザックっていうと、他にアライテントのね、ライペン20というのを使ってるんですよ。ただあれはですね、軽くてもう素晴らしいザックなんですが、どっちかっていうとアタックザック的な用途で使ってまして、普段使いはね、こちらのタロン22でやろうと思ってます。こちらの単体の重さは 870g、特別ライトってわけではありませんけど、これだけしっかりした作りの割には軽いんじゃないかと思います。まず上から見てみますと、これが型崩れしないように中にあんこ入れてますけど、はい、メインの口があって、ここが一つのね、寸胴型になってますんで、ここから出し入れします。でこのメインポケットの上にですね、この背中側に、ここにポケットがありまして、これ浅いですね、手首がこれぐらい入る、こんな深さ。ちょうどこれが僕の iPhone12 の Pro なんですが、これがね、横にすっぽり入りますね。だから iPhone でいうと、この一回り大きいやつが多分横にスポッと入ると思います。だからここにね、例えば、ティッシュだとかタオルとか、あとは、すぐに取り出して使うやつね、グローブとかね、そういったものを入れるといいんじゃないかと思います。で続いてね、第3のポケットなんですが、ここですね、フロントのメッシュポケット、これね、やっぱりね、非常に便利です。今までのタロン18っていうのはこのフロントメッシュがついてなかったんですけど、つい先日買ったね、タロンの33にはこのフロントメッシュポケットがついてまして、でこれそれでね、初めて大勢を歩いたんですけど、非常に良かったですね。例えば羽織るものとかね、いちいちこの中にしまうのめんどくさいと思うんで、僕の場合ここに全部ね、突っ込んじゃうんですけど、そういった場合に非常に便利です。続いてね、こっち側の面ですが、ここにポケットがありますね。でこのストレッチのポケットは反対側、こちらにもついてます。でそれぞれね、このコンプレッションベルトがついてますので、ここにいろんなものを差し込んでね、固定することができます。で僕の場合、このサイドポケットはこのね、水のボトルです。もう取り出しやすいようにこのサイドに必ず入れるんですけど、もう片っぽこちらですね、例えば車の中とかね、バスの中とか、いろんな交通機関に乗るとき、このトレッキングポールどこに入れるかっていうと、ここに入れていきます。
サイドにトレッキングポールを入れます。でただこのままだとグラグラしちゃうんで、ここのコンプレッションベルトでグッと締めてやる。で結構締めるとね、もうガッチリ固定されます。ただその際ね、とんがってるものが出ないようにゴムカバーとかやっぱする、まあ、そういう配慮が必要だと思いますけど、サイドに入れようと思います。でここにね、まあ、いろいろついてるんですけど、例えばこれピッケルループですね、まあ、ピッケルをこのザックにつけていくことは 100% ないと思いますけど、一応ピッケルループ、あとここがピッケルのね、あの上の押さえるところですね。あとねこの部分がサイクル用のヘルメットを取り付けるアタッチメントだと思うんですよ。で僕の場合は自転車乗らないんで、あんまり使い道どうなんかなと思いますけど、まあ、せっかくついてるんでね、なんかうまく活用できたらなと思います。あとねもう一つちょっと言い忘れちゃったんですけど、このメインを開けるとここに隠しポケットがついてます。隠しポケットとここにキーループですね。それとこのショルダーベルトですね、非常に柔らかいんですけど、あのホールド感バッチリでね、これも僕の肩に合ってるんじゃないかなと思います。これ、ね、左のショルダーベルトなんですけど、これホックがありまして、このホックをパンと取るとここにストレッチのメッシュのね物入れがあります。これ何が入るかっていうと、そうだな、この iPhone 12は、まあ、入んないですね、きつくってここまでしか入んないですね。今手元にあるマジックなんですけど、まあ、こういったものはこれぐらい入る、ね、ドコモのガラケーあたりは入るんじゃないかと思います。でオスプレイ好きの方はこれはもうもちろんみんな知ってると思うんですけど、ここの部分ですね、これがオスプレイの特徴の一つ、ストーオンザゴーっていうね使い方をするときに必要なループなんですよ。ストーオンザゴーっていうのはストックを使わないときにいちいちしまわないでもいいように脇にさせるようにしとくためのループなんです。でただね僕はこれ使ったら1回だけですね。僕が使ってるところをタムママが動画で撮ったんですけど、だからあまりにも不格好なんでそれでやめましたまあ機能的には非常に素晴らしいんですけど、僕も使わないし、これ使ってる方ね、俺は正直言うとあんま見たことない、まあ、好みの問題なんでまあ使うか使わないかは個人で判断していただきたいんですけど、まあそういった機能があるということですね。はい、というわけで今回はオスプレイのタロン22のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。カババでした。